2006年京都大学の山中伸弥教授らによって発表された人工多能性幹細胞 iPS 細胞。世界中から大きな注目を集めるこの iPS 細胞を用いた医療研究分野の最前線でも浜松フォトニクスの技術が活用されています。我々リプロセルはですね、ほぼ iPS に特化したビジネスをやっております。iPS 細胞というのは非常にいろんな細胞に形を変える、分化するっていうんですが、そういう特徴がありまして、例えば iPS 細胞から神経細胞を作ったり肝臓を作ったり、あとは心筋細胞ですね、そういうものをさまざま作ることができますので、そういうものを作って、そして主に製薬メーカーさん向けに販売をしております。創薬というのは、薬を作る、プロセスなんですが、一般的にはですね、大体一つの新薬ができるのに15年ぐらいですね。あとはコストとしては、大体数百億円から、場合によっては1000億ぐらいかかるというふうに言われております。でこの iPS 細胞という技術を使えばですね、非常に創薬のプロセスが、短く、そして、正確にできるようになるんじゃないかということで、非常に期待はされております。基本プロセスとしては非常に多くの化合物という、その医薬品の酵母ですね、そういうものからどんどん絞り込んでスクリーニングしていくといいますが、例えば100万ある化合物から例えば1万に絞り、1万から1000、1000が100、最終的には1という形に絞り込んでいきます。つまりこの絞り込みをですね、いかに効率的にやっていくかというのが、創薬のプロセスそのものになります。FDSS の一つの特徴はですね、光学的、要は光でですね、検出するということになります。で、他にもですね、いろいろ測定方法があるんですが、例えば電気整理を使うとかですね、電気信号を見ていくというのがありますけども、そういうものだとですね、例えば一つのプレートに一つの穴しか開いてなくて、例えば1回に1化合物しかできないと。でそれがですね、FDSS の光学系を使うとですね、非常に速度といいますかね、スループットは上がるというふうに思います。ですから非常に汎用性があるといいますか、いろんな細胞に広く使える技術ですので、そういう意味ではその創薬のスクリーニング全体をですね、非常に後押しするような、非常に新しい画期的な技術だと思います。やはり我々細胞だけしか売っておりませんので、やはり細胞だけだと、最終的には何もできないんですね。ですから細胞だけではなくて、機器であったり、その他さまざまなデバイスともございますけども、そういうものが一体となってですね、初めて新しい技術ができますので、やはり機器メーカーさんの役割というのは非常に大きいと思います。でも浜松フォトニクスさんは本当に光学機器に関しては世界トップメーカーですので、従来と変わらずですね、ますますこれからこの光学機器のですね、技術を磨いていただいて、日本が誇る、世界を代表する会社ですので、引き続きですね、このような地位をずっと維持していただきたいなというふうに思います。